エボだ岳は、岐阜県大垣市と三重県稲部市にまたがる、鈴鹿山脈の北部に位置する標高865メートルの山、俗岐阜百山に選定されている。山陽がエボシに似ていることが、山名の由来である。平安時代の末期に、熊坂長則がこの山を拠点として、旅人を襲ったという伝説がある。三重県では、昔から、熊坂山と呼ばれていた。 古くから北側の山麓は大垣市上石津町から鈴鹿山脈の五層峠を越えて滋賀県彦根市に至る用路であった。以前の25000分1地形図には山頂の天命、江星岳の山東三角点の90メートルほど西に最高点である標高点972の数値が表記されていたが、現在は表記されていない。山麓周辺では、 炭焼きカマオトが見られる。山麓の集落からは三角水の端正な山陽を望むことができ、美の富士とも呼ばれている。冠橋付近から見たエボシ岳が大垣市景観遺産の一つに指定されている。山頂付近には、筒子家の本社君家や紅道団の岐阜県下有数の群落があり、岐阜県自然環境保全条例により北斜面の山域は、 1979年12月28日に、江ボシ岳自然環境保全地域に指定された。山頂の北西 1.6km には、時山バンガロウ村がある。各方面からの以下の登山道がある。2009年には、地町づくり実行委員会や、大垣山岳協会などの人々により、細野ルートの江ボシ岳登山道が開設され、大垣市が登山口の エボシだけ林間広場を整備した。2009年5月17日に、その記念式典が開催された。春には、山頂付近の登山道で岩打ち輪や、カタクリなどの花が見られる山頂からは、麓の上石図の集落や養老山地、伊勢湾などを望むことができる。一部の登山道は送電線の巡視路となっていて、階段が設置されている箇所がある。 エボシ岳の本尺投げの自生地から望む北側の展望、北斜面の山域は岐阜県のエボシ岳自然環境保全地域に指定されている。山域の登山道では、イカリソイワウ、岩内は、カタクリ、ベニドウダン、本尺投げなどの花が見られる。牧田川を挟んで東側にある養老山地の生が竹西山腹にも本尺投げの自生地があり。 国の天然記念物に指定されている。藤原学方面から望む鈴鹿山脈北部の周辺の山、中央が江ボシ岳、円形は、伊吹山と白山鈴鹿山脈の北部の主猟線上に、ある山国岳から東に派生する尾根状にある。この尾根は、北の岐阜県側を流れる真北川と南の三重県側を流れる稲部川の分水嶺となっている。 山頂から南南東 1.1km の稜線上には犬と目見事だけがある。鈴鹿山脈から望む中里ダムと養老山地以下の源流となる河川は伊勢湾へ流れる。ありがとうございます。